ベビーズウォッチ開封動画編。今回は私チーニが北欧スウェーデンの時計ブランドカール・エドモンドからファーストコレクションの両イットをご紹介いたします。こちら2017年に立ち上がったブランドなので聞いたことない方もいらっしゃるかもしれません。この動画をきっかけに知ってもらえたらと思います。それではベビーズウォッチ。はい、で開封する前にブランドについてこちらご覧ください。カール・エドモンドは北欧のミニマリズムとスイスのクリエイティビティが融合したスウェーデンの時計ブランドです。創設者のアリ・ヌーリは Behold BU をブランドメッセージに掲げ、人や流行に流されず自分らしくあるための時計としてブランドを創設いたしました。ブランド名はスウェーデンで一般的な名前の一つカールと、古希フランス語で幸せや喜び、裕福などを意味するエドモンドを掛け合わせたものです。収支人の著名ウォッチデザイナーのエリック・ジローとエイドリアン・グレッシングが手掛けた男女問わず様々なシーンに対応するミニマルデザインが特徴です。それでは時計をチェックしていきます。まずはボックス、はい、カール・エドモンドのロゴが入っております。一見腕時計のボックスには見えないですね。おしゃれなデザインです。開けてみるとこのように収納されております。時計はこんな感じです。このミニマムシンプルなケースの12時側にシグネチャープレートが付属されております。アシンメトリーなデザインに仕上がっています。またインデックスには60年代70年代のスウェーデンのインテリアからインスピレーションを受けたパステルカラーが配されています。スモールセコンドのパキッとした針のオレンジがいいアクセントです。ストラップは創立140年の歴史を持つスウェーデンの老舗ブランド単勝社の革を使用されており、細部にもこだわっています。こちらの時計のケースサイズは 36mm です。サイズ違いでケース 40mm もありまして、カラーバリエーションも豊富なのでペアでもお使いいただけます。着用するとこんな感じです。また同じファーストコレクションで大胆なスクエアシェイプのグラニットもございます。左側が小さい方の 29mm、 右側が 34mm の2サイズご用意がございます。着用するとこんな感じです。はい、いかがでしたでしょうか。カフェ巡りとか芝生でのピクニック、日向ぼっこなどおしゃれな休日に似合いそうな時計でしたね。まだ新しいブランドなので人と被らないのもポイントだと思います。またこんな感じでハイベルトもございますのでお好みで付け替えることが可能です。ベルトを変えるだけで雰囲気が全然違って見えます。時計とベルトの詳細は概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひそちらをご確認ください。この時計がいいなと思った方は、高評価お願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。